三宝山は、埼玉県秩父市と長野県南作郡川上村の境にある標高2483メートルの山で、奥秩父山域にある。埼玉県の最高峰。山頂に一等三角点がある。眺望は全く開けていないが、すぐ近くの三保岩に行けば眺望が良い。川上村の毛木平地熊川源流遊歩道、拳型家三宝山が、 最短コースで一般的である。毛木平から十文字峠経由で行くこともできるが、長い急登とアップダウンがあり、登山時間がかかる。三宝山のみを目指して登山しようというものは稀で、多くの登山客は拳が竹とセットで登山している。三宝山山頂のすぐ近くに、三保岩という岩場があり、眺望が良い。ただし登山道から、 わずかに外れたところにあり、登山道からの分岐は注意していないと素通りしやすい。岩場の一番上まで登ることもできるが、はしごはかかっておらず、滑落に注意が必要。小暮り太郎著、山の思い出などによれば、江戸時代には、現在の徳佐山、拳が岳、三宝山は、一つの山と認識されていて、その名を三宝山、または、国士岳、または、 国しがくあるいは、拳けとしていた。それが、明治時代の日本全国の地図作成作業において、最も高度のある峰には敬意を表して三、宝山という名を与え一等三角点を置き、もう一つの峰には、拳岳という名を与え、もう一つの峰は、徳佐山と命名したのだという。ありがとうございます。